シフトノブどうなってんすかこれ。キッコーだけ。キッコーだけ、はい、人生夢街道どっかで聞いたことあるな。失礼な言い方になりますけど反社かなって。デトラ TV をご覧の皆さん毎度北川です。今回ですね、神奈川店にお邪魔しております。あなたのトラックを見せてくださいということで、早速素敵な車に来ていただいてるんで見ていきましょう。こちらです。よろしくお願いします。お願いします。まずお名前聞きたいんですけど。中込信也です。中込さん、はい、はい、じゃあ鈴木翼です。鈴木さん、はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。まずどちらから見ていきましょうかね。中込さんですか、鈴木さんですか。どうぞ感やめてくださいよ。そのどうぞ感。どっちからいきます。じゃあ鈴木さんから、はい、じゃあ鈴木さん、こちらのお車ですかね。はい、はいはい、ちょっとまず車種をお伺いしてもいいですか。ハイゼットのジャンボです。ハイゼットのジャンボ、はい、ということはキャビンが長いんですよね。はい、ね、こちらの軽トラを所有をされて大体どれぐらいですか。はい、ちょうど1年です、ね、1年新車で、はい、買ってやっちゃったと。やっちゃいました、はい、やっちゃいましたと。で、今作ってる最中ですか。そうですね、まだ作ってる最中。まだ、はい、まだやるんですか。一応来週からプロテクターを上に、はいはいはい、一応アンドンと、あ、アンドンと、シャトーと、もう鈴木さんいいんちゃいます。もう結構顔面派手ですけど。じゃあもうちょっと一個ずつね、ちょっとパーツを聞いていこうかなと思うんですけど、はい、まずバイザーね、はい、2段ついてますけど、まず1段上、これは角マーカーですね。そうですね。これ中は9はこれ電球ですか、 LED ですか。 LED です、ね、LED で、はい、でこれ LED のどちらのメーカーさんの。竹村。あ、竹村さん、はい、はいはいはい。竹村さんどうですか、明るいですか。明るいですね。明るいですか、はい、あ、そうなんですね。でこちらね、ミラーステンの部分はこれ角の起こしでね、はい、1段ね、はい、1本でズドーンと作ってるんですね、はい、で左右にはこれもうオーバースペックすぎだと思うんですけど、あのコンボイミラちゃんが、ね、はい、装着されてますよね。で気になるのがこちらアンテナなんですけど、これは繋がってないんでダミーです。はあ、これやっぱ見た目変わりますか。そうですね、ダミーやと、はい、むちゃくちゃかっこいいですよね、はい、でこれ普通はこれアンダーミラーつくところですよね。そうですね。のそこのステーを延長させてあげて作ってるみたいな感じなんですね、はい、これどちらで基本的にパーツだったりとか作ってるんですか。いつも厚木にあるタナックスさん、はい、あ、知っとる。でグリル周りだったりとかメッキで綺麗にね統一されてますよね、はい、お、すげえ。あのワイパーガードまでね、でこういうパーツだったりとかもタナックスなんで。これは歌丸さんで買いました、ね、あ、売ってるんですね、専用のものって。そうですね、はい、あ、そうだったんですね。でこれアンドンついてるじゃないですか、胸アンドンが。人生夢街道って、はい、ね、夢街道ってどっかで聞いたことあるな。後々出てくるんですかね。でこれナンバープレートの枠なんですけど、これメッキですか。これはこれジェットさん。ああ、ありがとうございます、はい。気になる運転席が見ちゃっていいですか。ちょっと汚いんで。大丈夫ですか。汚いんで。ダッシュまたこれチンチラで。チンチラで。ね、はい、でハンドルカバーも合わせて作られているって感じなんですね。はい、これから内装も全部チンチラでやっていきたいっていう。うんうん、気になる写真があるんですよ、あそこに。はい。あれは自分がトラック好きになったきっかけの、はい、まあ、知人の方で。おお。でそれをかましてるのがあの車にはポピーと。はい。でこれ気になったんですけど、はい、こちらのピラのところですかね、はい、ここもこれステンですか。そうですね、純正のミラーを外してステンレスで、はい、これ綺麗に作ってましたね。これタナックスさん。タナックスさんで、はい、めっちゃ綺麗、めちゃめちゃいいじゃないですか。はい、出ました。こちらには俺にはお前が最後の女って書いてますけど、これ道のく一人旅じゃないですか。そうですね。ジョージニー好きなんですか。ジョージニーが前の夢街道、はいはい、それに合わせて。ああ、ということはこの車の中で山本譲二さんの曲を聴きまくりながら。そうですね、運転常日頃、はい、走られてるんですね。でこちらね、あのホイールの部分が気になったんですよ、はい、ホイールこれあれですか。これも DK 風のキャップが売ってあるんですか。そうですね、これも歌丸さんで。あ、そうなんですか、ね、ええー、はい、めっちゃかっこいい。なんかセンターがなんかベンツのマークみたいになっちゃってる。へ、ね、はい、いいっすね。あ、出た、これでしょ、タナックスさん、はい、はい、ステッカーも貼られてて、であとこちらマーカーもねはめられてますね。これもジェットさん。あ、ありがとうございます、はい、もう結構ジェット製品使っていただいて。なんかこのサイド部分で、ね、なんか今後ちょっとこういう風にしたいよみたいなポイントって上がってると思うんですか。次サイドバンパーが知人からもらえるんで、はい、へえ、めっちゃいいじゃないですか。
なんですけど、テールこれ純正がこれなの？そうですね、純正で。あ、そうなんすね。これめちゃめちゃおしゃれなテールやないですか。リア部分でなんかちょっとここをこういう風にしたいなみたいな。これもまたジェットさんの2連のテールを知人からいただけたんで、はい、いただきまくりやないですか。そうですね。あともう一個ちょっと気になったんですけど、鈴木さん、普段お仕事って何やってんの？普通にサラリーマン、会社員やってますね。マジっすか？絶対見えないっすよ。なんか、ごめんなさい、これ失礼な言い方になりますけど、反社かなって。ちゃいます？普通にサラリーマンやってます。え、ほんとっすか？はい。でこれ軽トラ買った経緯っていうのはデコトラしたくて買ったんですか？そう、したくて、趣味の車で。そうだったんですね。なんかお仕事ってその会社員ってまあいろいろあるじゃないですか、はい、まだ疑ってると思うんですよ、この動画見ていただいて、はい、反社かなと。具体的にどういうお仕事されてるんですか？一応整備士の方。整備士さん、はい。え、トラックっすか？いや、車っすか？フォークリフト。フォークリフト、はい、特殊。え、仕事場にはこの車っすか？乗せてないですね、ちょっと怒られちゃったんで。怒られますよね。ですよね、はい、これまあ、ですよね。はい、じゃあすいません、改めまして、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。中込さん、こちらの車なんですけども、はい、ダイハツハイゼットのダンプです。はい、ダンプです。え、あ、ダンプなんすか？ダンプです。あ、はい、そうなんすね。あ、ダンプなんすね、はい、で、ダンプの車をいじっちゃったみたいな。これはもともと、もともと、はい、僕の父親が、はい、軽トラ欲しいよっつって、はい、新車で俺がじゃあ買ってやるよっつってプレゼントしてやったっす、はい、めっちゃ親孝行やないですか。で、はい、それを、はい、中込家では納車した新車はバラすっていうしきたりがあって、どこに何がついてるよって確認をして、はあ、確認をすると改造しやすくなるって。いや、わけわからん。ヒューズボックスがどこにあるよとか、はいはいはい、電源を取るのが楽になるじゃないですか。あ、でもう一回組み立てんすか？全部もう一回組み立てて。わけわかんないですけど。でも、まあ、はい、俺はほとんどこれはいじってなかったもんで、はいはいはい、職業ってどんなことされてるの？自分は会社員なんですけど、はい、産業廃棄物の民間の処理工場に、はい、重機とか乗ったりなんかする。そうなんすか。じゃあ普段はユンボだったりとか。そうですね、リフトとか。リフト、あと産廃運ばれてきたらこう仕分け全部して、うんうん、で他の処理工場へ運んだりとかをやってもらうような。ご家族の方って何されてるんですか？父親も、はい、お父様は前は産廃の関係の仕事に行ってて、はい、まあ、今はちょっともう年だもんで隠居したんですけど、はい、父親がほぼ全部これ全部自分で、はい、一から作り上げてるもんで。マジっすか？部品を買わないもんで、既製品で、まあ、はい、ナンバーワークとかは、はい、こう売ってるやつとかは使うんですけど、はい、うん、こういう荷台なんかは全部、うん、手作りっすか？溶接機とかも全部あるもんで。マジっすか？え、じゃあこのプロテクの部分とかも自分でやったらしい。マジっすか？むっちゃ綺麗に作ってるじゃないですか。で、これあれっすか？アルナのショーっすか？これは中っすか？中です。中、当時の三富工業の。あ、そうなんすね。で、左右には角マーカーがポンポンポンと。そうですね、はい、ね、またこのワンマン灯がまたいい味出しますよね、これね。めちゃめちゃいいじゃないですか。で、こちらのね、パネルだったりとかはメッキにね変えられてるって感じなんですね。そうですね、はい、で、これ下にはね丸パイプ貼ってんすよ。ぐるーっと貼ってんすけど、これはあれですか？これワンオフで作った。ワンオフで。チーですか？綺麗にこれ曲がってますよね、90度に。そうですね、どうやって曲げたのかはわからないですけど。で、こちらのフォグちゃんなんですけど、フォグちゃんもこれね、カバーの部分は塗ってますけど、これ中はイエローバルブに変えてる。そうですね。そんな感じなんですね。じゃあすいません、開けちゃってもいいですか？どうぞ。いいですか？ありがとうございます。失礼します。これ早速開けてびっくりしたんですけど、はい、これシフトノブ、これどうなってんすか？これ、これは、はい、亀甲竹って。亀甲竹、竹ですね。竹なんすか、これ？はい、水戸黄門が持ってる、はい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 、竹を使ってるわけですね。はい。むっちゃええやないですか。で、これね、開け閉めするときね、よくこのロックも気になるんですけど、これはなんすか？これ、これは欅かなんかを削り出して作ったって。はあ、そうなんすか。なんか回せば取れるって。あ、こうやってこうやってねじ込んでるだけなんですよ。あ、これもじゃあご自身で作られて。
そうですね、父親が趣味でこうやってめり込んであるんです。うわすげー、欅で、あでね、これね、軽トラには普通つかないものがついてるんですよ。これタッセルがついてるんですよね、ここに運転席の部分、はい、これちなみに何本がなるんですか。ヤンキー本が。ヤンキー本が、はい、これ鳴らしていただいてもいいですか。うるさいですか。はい、結構お願いします。いきます。あ、うるさいわこれ、待ってしっかりと荷台部分ダンプになっちゃってますけども、はい、このだからプロテクの部分とかここを作ったって感じですもんね。そうですね、すごいっすね。でこれサイドバンパーなんですけど、サイドバンパーもこれかなり綺麗にね作られてますけど、これもまさか自分では作ってます。作ってるんかい。作ってんすか。はい、マジっすか。これあのヒンジがついてますけど、これ開くようになってんすか。そうですね、ちょっと荷台は上げないとならないんですけど、はいはい、上げます。あ、お願いします。じゃあちょっと上げます。おお、かわいい。このぐらい上げれば。あ、ありがとうございます。あ、これで ここの、はい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 、これでヒンジが開いてドーンと、ちょっとこの辺汚いですけど、あ、整備ができるようになってると、はい、あ、これダンプアップしていただいてるんで見えますけど、これネタマーカーがです ね、はい。ちなみに何色に光るようになってますか。これはローズピンク。ローズピンク、はい、またやらしい色を選択されてますね、これ ね、また、これフェンダーもそうです ね、綺麗に作られてるじゃないですか。作業灯が2個ポンポンと、はい、ね、プロテクの後ろにはついていて、で枠のところは全部これ姉妹たちゃんで、そうです、ね、囲ってるみたいな感じなんですね、はい、で、あ、泥焼けのウェイトの部分も全部姉妹たになってるじゃないですか。そうです ね、 ね、いいじゃないですか。でこれテールはこれ純正ですか。これ純正のテールにユニットだけ LED を、はい、お、そうなんですか、はい、ってことはこれ中 LED 化されてるみたいな感じなんですね。そうですね、めちゃくちゃええなこれ。へえ。でこちらのお車、はい、で軽トラって普通の軽トラでいいじゃないですか、はい、なんで軽トラダンプにしたんですか。もともとは、はい、うちの兄も軽トラ持ってたもんで、はい、同じ軽トラじゃ面白くないね、うんうんうん、それでじゃあダンプって、あ、それでダンプにもうじゃあ仕事も関係ないけどダンプにということで、はい、ダンプにして良かったポイントって何かあります。あ、たまに草刈りして山盛りにした時に、はい、そのままガサッと下ろせる。あ、そのまま捨てれちゃうからそうですね、ね、あ、確かにそういう時は便利ですよね。あともう荷台洗う時は上げといて流せるっすよ、ね、あ、めっちゃいいっすよね確かに。本日ありがとうございました。ありがとうございました。もう軽トラって奥が深かったっすね。あの今後とも2台ともあのかなり進化することを祈ってますんで、はい、はい、すいません、本日ありがとうございました。ありがとうございます。最後にですね、こちらのステッカーをちょっとお渡ししたいなと思います。すいません、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。どっかに貼ってくださいぜひ、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。スリット、あ、スリットこれとナンバーワーク、はい、ナンバーワークも作ったんですか。はい、作んないと気が済まないみたいな。作んないと気が済まない。これもワンオフっすか。ご自身で作られた。はい、マジっすか。本日の動画は以上です。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。また見てください。ほな、バイバーイ。ここでお知らせです。3月2日ジェット静岡店で開店10周年記念のイベントがあります。私も開店からずっといるので、ぜひ会いに来てください。一緒にチェキとか撮ってください。マジで来てください。お願いします。待ってます。